会計士税理士の白岩です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回はですね、経営者や社長へのメッセージですけども、社運や自分の運をかけたビジネス展開はしない方がいいと思います。社運とか自分の運をかけたビジネス展開はしない方がいいと思います。まあ賭けですよね、このアイテムを扱えば売上がボンと伸びるんじゃないかとか、この契約を締結すればこの契約についてうまくいくかよくわからないけど締結しまえば、いろんなことが好転するはずだ、えい契約してしまえというようなことが多いと思います。経営判断ですけども、こういう場合ですね、大体失敗するというのを私はたくさん拝見してきております。でやはり賭け事というのはですね、まあ、負けるもんなんだろうなと私としては思ってます。まあ、競馬パチンコと同じとは思わないですけども、まあ、賭けの要素があるビジネスはうまくいかないと思っております。でじゃあどういうのがいいかというと、まあ、賭けの要素が少ないということですね。そういう方がいいんじゃないかなと思ってます。じゃあどういうケースが賭けが少ないかというと、例えばうまくいってる人を真似るというパターンですね。うまくいってるあの人の契約とかあの人の取引やり方はうまくいってるからそれをコピーしてしまうというものですね。私としてはいいと思います。実際うまくいっている人もいるので、それまあタイミングとかやり方なんかも多少あると思いますが、成功している人がいるのでそれを真似ればですね、賭けにはならないですね、はい。まあ、コピーしてしまうその人のやり方とか方法論同じかとか、あとは商品取引アイテムなんかを真似してしまえば賭けの要素は少なくなると思います。でうまくいっている方なので、まあ、うまくいくでしょうというようなのが一つ勝つかなと思います。で全く誰も手本もいない、参考にする人も何も情報がないという中で、えいやで始める取引やビジネスは危険だと思いますので、ぜひそういうのはやめていただきたいと思います。そしてもえいやでやらなきゃいけない時には社運をかけないですね。手持ちの、お金の全額を積み込むということはしないで、まあ、4分の1ぐらいにして失敗してもモチベーションを追わないと追わないというぐらいのことをされるのもいいのかなと思っております。